皆さんこんにちは。今期アニメは楽しまれてますでしょうか。10月もね終わりましたので、今回は僕が現時点で追っている18作品の作品名やね、全体的な印象、そして、ライブや動画投稿を通して皆さんと最後まで追っていきたいなと思った厳選9作品を紹介してみようと思いますので、よろしければお付き合いください。まずは僕が今期追いかけながら毎週のライブで感想なんかを皆さんと共有している作品のねラインナップを紹介してみようと思います。なかなかにね名作揃いではあるんですけど、読み上げていきますんでね、何個被ってるかななんかをね数えていただいてですね、コメント欄なんかで教えていただけると嬉しいです、ね、ではいきますよ。薬屋の独り言、スパイファミリー、最果てのパラディン、ティアムーン帝国物語、豚のレバーは加熱しろ、ポーション頼みで生き延びます、オーバーテイク、シャングリラフロンティア、右とダリ、星屑テレパス、聖女の魔力は万能です、ヘルク、影の実力者になりたくて16ビットセンセーション、ドクターストーン、アンダー忍者、ゴブリンスレイヤー、そして早々のフリーレンですね。ちなみにまあ大雪見の回のに関してはですね、今月、見たアニメ映画ってことでね、見ておきましたが、ね、まあ大体このね18作品を今のところ追ってる形にはなってます。秋アニメの印象としては全体としてはね結構ボリューミーだなと思ってはいるんですけど、個人的にはねその新作の第1話でねピンとくるね、作品に関しては結構少なかった印象ではありました。まあ薬屋の独り言とか早々のフリーレンはだいぶね僕好みの作品にはなってるんですけど、まあ、この2つに関してはね僕は1話ずつ見たんだけど、世間的にはね一挙放送で見てる人が多いと思うので、ね、外してもいいのかと思いますし、そういう意味ではね自分で新作の中でその1話の時点で、ね、作品の魅力と方向性を一番出せていたのはまあ右とダリかなと思ったりはしますね、うん、まあ自分はね原作の方を見るか一挙放送を見ようかなっていう風に決めてしまったので、追うのをやめてしまった作品をね、入れて言うんだとするとですね、まあそれは他にもですねいい作品もあって、恵みの醍醐とか、あとアンデッドアンラックなんかに関しては1話の時点で作品の魅力と方向性が、出せていて、自分はいい1話だなと、そんなことを思いましたね。で自分はまあアニメでね毎週追っていくのに適した作品としてはここから絞っていく形になるかなとは思います、全体的なチョイスとしてはね若干ファンタジーを多めに取ってしまったなという印象であります、はい、あとまあ僕はあまりチェックしてないんですけど、ラブコメもね今期はなかなか充実してる印象ですよね。あとですね、まあ新作の1話に関してはそんなにねピンとくる作品少なかったんですけど、いやまあまあ皆さんこいつこれの1話は最高やったでっていうのね、また教えていただいたらと思いますけど、続編に関してはね個人的にマジで文句なかったですね、その深いファンなら求めてるものが来たっていう意味でもいいね、まあ新章スタートをやってくれたし、その上でどちらかというとやっぱり新規にも入りやすいようにね、作ってくれていた、そんな感じのねまあ続編のね作品が多かったかなと思いまして、なんかこの2つが両立できてる新章の1話ってなかなかね、ない印象だったんですけど、今期のね続編ものはね、すごくいいなという印象でした、あとねそのオリジナルアニメもね今期すごく頑張ってくれてるのが自分的には嬉しいですね。そう自分の趣味というかドハマりできるジャンルとはちょっと違うんですけど、まあそれこそオーバーテイクだとか16ビットセンセーションなんかの、まあ、先がどうなるかわからないオリジナルアニメがね、頑張ってくれているのはね自分としてはすごくね歓迎する部分だし、また僕がねチェックしてない作品に関しても、オリジナルアニメ楽しんでる声も聞いていますので、はい、まあそういう意味では続編も新作もねオリジナルも頑張ってるいいクールなのかなというふうには思ってます、あとまあだいぶ個人的な話になっていくと、キャラクターがいいね、自分は新作に関してはだいたいシナリオというかストーリー重視で見ているので、キャラクターに対する愛着って、まあ、それこそ続編に対してですね比べたら比じゃないわけで、まあライブなんかでも最近は自分はそのねドクターストーンの琥珀さんの話をね、誰も聞いてないのに延々と話していた記憶があるんですけど、今回の新作やっぱりストーリーもいいんだけどキャラクターもいいのよね、でまあ、主人公がいいからストーリーいいっていうのは基本あると思うんで、まあミーヤ姫を筆頭にね、主人公たちがいい味を出してくれてるなという印象はあるんですけど、まあサブキャラクターというかね主人公じゃないキャラクターに関しても個人的には見ておきたいなとかですね応援したいなと思えるキャラクターがこの早い段階で出てきてるのをね、個人的にはですね珍しいクールだなと思って見てはいます。
あと個人的に、まあ、その僕は食べ物を中心にね、追っていったり食べ物の話をねやたらとしてしまうわけなんですけど、まあ、それも充実していてですね、まあ、この18作品の中でですね、あの食べ物を丁寧に書いてくれてる作品がすごく多いんですよね。12、3作品ぐらいね、食べ物を丁寧に書いてくれていて、まあ、例えば今週だったらね、なんか肉まんがすごくね、食べたくなるようなね、そんな週だった、わけですけど、なんかあ、ここで出てきた食べ物こっちでも出てきたわみたいな経験も多くてですね、楽しませてもらってます。他にはですね、まあ、知識をね予感して楽しめる作品なんかも多くて、そう、まあ、自分は、まあ、その原作とかね、またあと一挙放送とか別で見ようと思っていた、まあ、さっき言った恵みの大悟だとかね、ドッグシグナルなんかもですね、やっぱり自分の知らない知識を補完してくれる、良い作品ではありますし、他にもですね、まあ、このラインナップで言ったら、まあね、あのオーバーテイクは F4、まあ、レースのね話だったりしますし、またね、薬屋の独り言だったらね、中華ファンタジーだったり、あと薬学のね、話なんかもあってですね、結構ねいろいろとね知識をね補完してみんなで盛り上がっていくのが楽しいですね。他にもなんかあの頃思い出させるネタというか、まあ、ペットボトルロケット作ってたりね、他にもそのゲームシャングリラフロンティアだったらゲームのシステムだとかね、 MMORPG あるあるみたいなね、小ネタも入っていたり、ね、他にもまあ、一応16ビットセンセーションとですね、それから一応右とダリなんかが90年代でね、被っていたりなんかしてですね、そのあの頃を思い出させる要素としてもね、楽しませてもらってますので、まあ結構幅広く、楽しめるラインナップ揃ってるんじゃないかなというふうに思っています。それではね、まあ、今回も秋アニメでね、打線組んでみましたので紹介したいと思います。基準としては、まあ、自分にとって2023年の秋アニメといえばこれだねっていうところと、まあ、みんなと一緒に毎週ね、追って話を深めて満足度を上げていきたいなっていうね、基準。あと、まあ、そのバランスを意識するとすると、ギャグとかファンタジーに関してはね、元がかなり今期多いのでね、切り締めになっていたりはするかなと思います。まあ、ギャグがね、多いっていうのはすごく珍しいんですけど、まあ僕なりに真剣には選んでるんですけど、独断と偏見と好みではありますので、はい、まあ、話半分参考程度に、また気が合うと思った方は仲良くしていただければと思います。それではね、行ってみましょう。一番バッターは早々のフリーレンですね。まあ勇者一行のメンバーだったエルフのフリーレンが勇者の死後にかつての旅をなぞっていくというファンタジーストーリーなんですけど、まあ秋アニメの顔として、あとですね、まあやや反則的ではあるんですけど、今までね8話まで放送されていて、個人的にハズレがなかったというね、ヒット率の高さからね1番バッターに置かせてもらいました。また作品自体もね個人的には好みなので、楽しんで見させてもらってます。感想とかね深掘り動画なんかも出してますのでね、ご一緒いただければ嬉しいんですけど、まあキャラクターのね描写だとか世界観のね深掘りなんかをあれこれね、想像するのが楽しいので、ライブなんかでもね、まあそこにはない知識なんかでみんなで盛り上がったりもしていますし、またですね、みんなで感想を共有していくとですね、思わぬところでのね話のつながりなんかもですね発見できたりして、なかなかに楽しませてもらってます。2番バッターはティアムーン帝国物語ですね。はい、まあ、これが個人的には結構ね1話の時点ではね、ここまで楽しめるとは思わなかったんですが、処刑された姫様が8年前に転生して未来知識を使って運命を変えていくというね、転生ファンタジーとギャグコメディね、入ってる感じです。まあ、とにかく、まあ、バッターとしてはねフットワークとトリッキーな動きが、なかなかに魅力だなと思っていますし、あとな、テンポはいいんだけど余白の使い方がすごく上手いので、なんかそれぞれがすれ違いコントなんかをね、起こしてるんだけど、その事情なんかをね考察できるのも楽しいですね。あと、まあ主人公ね、さっきも言いましたけど、すれ違いコントをやる上でね、シリアスを殺さないすれ違いコントをちゃんと、まあ、このティアムーン帝国物語をねやってくれていて、そのためにミヤ姫というね、主人公のキャラクター造形が個人的にはね完璧だなと感じていますので、はい、楽しませてもらっています。3番のねチョイスがだいぶ迷ったんですけど、まあ、強打者の前に置く新作アニメとしてはね、これかと思いました。はい、自分としてはね一押しの新作アニメの1話であったと思います。好みはねだいぶ分かれると思うんですよね。でも1話でねその作品の方向性とね楽しみ方を示してくれたという意味では、かなり強い1話であったと思います。双子が一人の人間としてある村に入り込んで母親の仇を探していくという、ミステリーなんだけど、まあ 90% はギャグで
でできてるっていうね、構成ではあります。はい、まあ自分としてはね、1話でねがっつりと楽しみ方が分かりましたのでね、アライブとかでね楽しく追わせてもらっています。はい、この点は本当にね、そのギャグが合うかどうかっていうのをね、その人次第ではあると思いますが、1話の時点でそれが判断できると思いますので、今からでもねちょっと見る機会のある方はねチェックしてみてはいかがでしょうか。4番バッターは薬屋の独り言ですね。いやー、とにかく3話4話の打点が高かった。昔の中国を元にしたファンタジー世界で薬屋の主人公が事件を解決していくという謎解きエンタメです。あくまでもね、ファンタジー中国であってね、ミステリーではなく謎解きエンタメというね、枠組みで見るとですね、ものすごい仕上がりがいいと思いますし、個人的にもねこの作風は結構好きで楽しいですね。知的に楽しめる要素なんかもあってですね、個人的にはね、深掘り動画もして一緒にね今期楽しんでいきたい作品だなというふうに感じました。これに関してはね、本当に原作もどっかのタイミングでチェックしたいなというふうには思っています。打線を組むにあたってはやっぱり秋アニメといえばみたいなねフレーズで喋ってるから、まあ続編の優先度は低いんですけど、5番バッターは最果てのパラディンですかね、2期ですね。はい、こちらは超硬派なファンタジーになっています。そう、転生ファンタジーでね、まあナロー系、ナロー出身と、なってるんですけどね、まあとにかくね渋いね、本当にもう絵面が渋すぎてね、楽しいんですけどね、もうこの渋さに負けないぐらい硬派なファンタジーになっていて、最強主人公の苦悩だとかですね、あとその戦士としてではなくて商人とか詩人のね、強さなんかがちゃんと書かれていたりだと、あとまあファンタジーにおけるエルフやドワーフなんかのね、種族の土台の作り込みなんかが本当に素晴らしいので、このね作品に関しては今期自分がチャンネルとしてもね、応援していきたいと思ってますし、まあ次の展開どうなるんだとね、ハラハラ楽しませてもらってる、ね、そんな作品にはなっています。6番はドクターストーン3期の後半クールでしょうか。はい、まあこれはね圧倒的に面白いのでね、少年漫画系のアニメは僕はあんまりチョイスしたりみんなと追ったりはしなくて、どちらかというと原作がいいなと、思ってするしまうタイプなんですけど、もうこのアニメは本当にね、なんか子供にも見てもらいたいと思える上に大人とも一緒に語り合いたいと思える構成が素晴らしいですね。人類が一度滅びた世界を復活した主人公たちがね、まあ頑張って文明を再建する系のね、SF 冒険ファンタジーになりまして、途中からでもね楽しめる構成になっています。科学工作も楽しいし、何よりもねその科学万能、知識万能じゃなくてね人間ドラマとしてね、書いてくれているので、なちょっと勇気が湧いてくるような、構成にもなっていますし、毎週ねそのみんなとねライブで語るのがね、楽しい作品にはなっています。はい、7番8番はね、まあ個人的にはドハマり作品というかツボではないんですけどね、オリジナルアニメを好みでどうぞという感じでね、上げさせてもらっています。まあ7番はオーバーテイクでしょうか。はい、こちらはねオリジナル作品になっていて、カーレースの話ですね。知識もね興味もなかったんですけどね、なかなかに分かりやすく面白くて初心者でも楽しめるようにね作ってくれてます。はい、あとですね、まあその単純に知識のものじゃなくてレーサーの話なので、人間ドラマ部分もねものすごく丁寧にやってくれていてですね、キャラクターのことをどんどん、好きになっていけそう。なおかつですね、まあカーレースの裏側の話なんかも聞けてね、なかなかに楽しませてもらっています。オリジナルアニメとしても自分がね、今期応援していきたいなと思ってる作品ですね。8番は16ビットセンセーションですね。これがね個人的には一番のダークホースというやつなんじゃないでしょうか。ゲームを作りたい主人公が過去に戻って美少女ゲームを作るオリジナルアニメになっています。はい、まあオリジナルアニメだからね先の展開が分かんなくてみんなで予想するのが楽しいですし、あとまあこれね、タイムリープものというジャンルだと思いますので、その部分も楽しい。またですね、美少女ゲーム全盛期だった時代なんか、まあ今90年代を中心に話が進んでいますので、そのあたりを振り返ったりだとか、あと実際に出てきたね、パソコンだとかゲームの話なんかもね、絡めて、まあみんなでですねこうあの頃を振り返るのにね、すごく楽しいと。で自分はねこれねやっぱりその1話の時点ではそこまででもなかったね、そんなにチェックするねあとの優先度も高くなかったんですよ。まあオリジナルだからね1話見とこうかみたいな感じだったんですけど、まあ2話以降ね本当にあ全然知らない人でも楽しめるように作ってくれてるしね、でのんびり楽しんでいける作品だなと思いましたので、こちらをねちょっとね期待枠として、8番バッターに挙げさせていただきました。
そして9番バッターは安心安定のスパイファミリーの2期でしょうか。はい、こちらは冷戦時代を元にしたファンタジー世界で、事情のある3人がね、偽りの家族を演じるスパイコメディーホームドラマ、ストーリーですね。はい、まあ1期から、まあ、引き続きのね安定感という感じで、あの作り込みとかキャラクター性なんかを僕は中心に楽しませてもらっています。はい、アメリカンホームコメディ的な部分だとかね、パロディ的な内容なんかもね含まれていますので、この辺はねゆっくり、楽しんでいけそうでね、安定感があると、そんな方に感じていますね。そんなわけで今回は秋アニメのね、僕が見てる作品のラインナップと、で自分で厳選したね、最強打線9作品についてね、まあ皆さんに紹介してみましたが、いかがだったでしょうか。まあね、あくまでも僕が選んだ最強打線ではありますのでね、皆さんの打線なんかもちょっと組んで教えていただければ嬉しいかなと思います。で、今回紹介した9作品に関しては最終回まで追って皆さんと感想を共有していくことをね決定していますので、よろしければ、まあ、ライブや動画なんかでご一緒いただければ嬉しいです。はい、このチャンネルではね、僕が楽しんでるアニメ作品を基本的には中心に取り上げて、毎週の感想とか注目ポイントなんかを共有しています。で、まあ好きな作品をねより楽しむのに夢中なのでね、レビュー的な信憑性とかね、解説的な正確性はかなり低いんですけど、まあでも気に入って楽しんでる人たちの満足度を上げたり、あの作品自体の価値を高められたらと思って活動してますので、よろしければね、ご一緒いただいて応援いただければ嬉しいです。それではまた機会ありましたらよろしくお願いします。遠山徹でした。